ギターはレスポールの69年型、シリアル番号を見ると69年に作られたやつで、69年の多分暮れぐらいに日本に入ってきたやつだと思うんです。そしてこのギターは70年に友達が新品で、ピカピカの新品で福岡で買うわけです。そしてその噂を聞きつけた俺たちは、あの、写させてくれとか言って、こうやって持って自慢して、自分のもんみたいな顔をして写真を撮ったり、それがこのギターとの出会いやったんです。で、その友達のギタリストは僕の親友で、ザーノ君貸してくれって言って借りて、東京にも持って行って、郡山にも持って行って、それで彼がバンドを辞めるっちゅう、辞めてもう久しい、それからギターも活躍してなくて、ベッドの下に眠っとるっちゅうことを聞いて、それで譲ってもらって、シネンドロケッツはこのレスポールとともに、今度は所有者が名義が変わって、僕の名義で使い出して、んで、ある日気がついたらもう10年以上使ってらとか思って、マシンヘッドがある日パチンと空回りしだしたことがあって、いよいよこのレスポールももう年貢の納め時は近いぞと思って、それから慌てて何か手を打たないかんということで、69年のレスポールを僕は友達に手当たり次第、相談したり聞いたり探したり、東京中探して、ニューヨーク探して、パリも探して、見つからんやった兄弟のレスポールがうちから歩いて2分っていうか、表通りに出たところにあるギターショップに69年が置いてある。本当に喜んでそのギターを手に入れて、でこのギターに、安心しろ、もう控えてるぜ兄弟がっていう感じで、物を言うたんです。いつポシャってももう安心して、休んでいいけって言うた途端に、もうものすごい、なんか自分でも感じるぐらいにこのギターが頑張りだしたんですね。ここには全部木がほげてるの、僕の押さえる場所だけ。ここは僕はBをよく使うから、これでここがほげるし、ここだけ木がもう穴がほげちゃう、引っ込んでしまう。コステロとやって、ラモンズとやって、渋谷の屋根裏でやった、次の日には武道館で RC サクセションとも一緒にやったり、いろんな YMO とやった、もういろんな場所で毎日僕の汗を吸って、でほったらかされた時もあるし、ある時は急に機嫌があれだし、オーベッカー使うように拭いたり、こうゴミを落としたり、いろいろするけど、その僕の汗を吸った、そしてずっと一緒に旅をしたこのギターが、もうなんかやっぱ特別にレスポールとかギブソンとか言う前に、もう僕の相棒メンバーなんですね。一人バンドメンバーもそれ以上、なんちゅうか社長本当にこのギターを弾かしてもらってるっちゅうような気持ちになるほど、本当にすごい、たった一本のギターなんだなちゅうことで、もう今はね、ものすごい、なんちゅうか、いちいち言わんけれども、お前すごいなとかいちいち言わんけれども、本当にオンリーワンのギターです。